ようこそ鳥臭いチャンネルへ。バードライフアドバイザーの片山仁です。僕の自己紹介はこちらをご覧ください。5分で解決鳥臭い相談室。このコーナーでは僕の LINE 公式アカウントに届いた質問の中からその回答を皆さんにも共有してもらいたいなと思ったものを5分くらいの動画にまとめて紹介します。動画の最後には可愛い我が家の鳥たちの包丁の様子もちょっとだけおまけとして収録しておりますので、そちらもぜひお楽しみください。それでは早速行ってみましょう。このような質問が LINE 公式アカウントに届きました。はじめまして、三浦と申します。いろいろ悩んで調べていたらブログ鳥臭い .com にたどり着き、夢中で読ませていただきました。私は鳥を飼うのに向いていないんじゃないかという質問です。3歳半の文鳥をひなの頃から飼っています。子供にとても懐いていて、その子供が結婚して家を出ることになり、文鳥のことを考えて一緒に連れて家を出ていくことになりました。私も片山さんのようにとにかく鳥のことしか考えられなくなるほど大好きで、仕事中でも大丈夫かな、早く帰らないと寂しいよね、出かける時泣いてたなとかずっと考えてしまいます。一人になった今、また鳥をお迎えしたいなと考えているんですが、もし落鳥させてしまった時に立ち直れる気がしないのです。去年のことです。文鳥の発情が長引いて体調を崩してしまい、危険な状態になった時も毎日泣きながら看病をしていました。もしもと考えると胸がえぐられるような気持ちでした。幸い私もまだまだ元気ですし、子供も近くに住んでいるので何かあればお願いもできます。鳥を可愛がる自信もあります。でもこのように過度に心配性で鳥の最期を恐れてしまう私は、果たして鳥を飼うのに向いてないんじゃないかなと葛藤しています。アドバイスいただけるとありがたいです、というご質問です。ではこちらの回答を皆さんと共有したいと思います。三浦さん、はじめまして。三浦さんの文鳥に対する深い愛情がとてもよく伝わってきました。僕は一度だけオカメインコを落鳥させてしまった経験があります。その時は本当に失意の底に落ちました。それでも今も4羽の鳥たちと暮らし続けているのは、やはり毎日鳥たちのさえずりや鳥たちとの触れ合いに癒されて元気や笑顔がもらえて、そして人間のエゴだとは思いますが、鳥たちがそばにいないと自分の精神が保てないかもというくらいにまで鳥たちとの生活がなくてはならないものになっているからなんです。鳥たちに話しかけている時など、ふとこの子の平均寿命はとか、明日の朝冷たくなっていたらどうしようなどと考えてしまうことはよくあります。でも三浦さん、心配性は鳥はもちろん生き物と暮らすことにおいて一番の利点だと思いますよ。特に鳥は気持ちが繊細な子が多いですし、体が小さい分病気の症状の進行も早いです。そもそも飼い主に対してでも体の不調を隠そうとします。何か少しでもいつもと様子が違うなと感じるちょっとした変化を見つけて心配ができるという点は、むしろ小鳥の飼育に適していると思いますよ。もちろん大雑把な性格な方も素晴らしい鳥飼いさんはたくさんいますよ。そして落鳥させた時のことを今から心配するよりも、最後を迎えるその時まではできるだけハッピーな気持ちで鳥さんに接してあげましょう。鳥は僕たちが思っている以上に飼い主の表情を観察して感情を読み取ろうとしています。もちろんその観察行動は人間をできるだけ上手に利用して自分たちがより暮らしやすくなるための手段かもしれません。もしそうだとしても、笑顔で過ごしている飼い主を見て鳥たちは安心すると僕はそう信じています。そして落鳥させてしまったら、お子さんや鳥飼い友達、僕でも構いません。その悲しみを伝えてください。頼ってくださいね。三浦さんの新しいバードライフがより素敵なものになることを願います。いかがだったでしょうか。この5分で解決鳥臭い相談室のコーナーでは、 YouTube 鳥臭いチャンネル、ブログ鳥臭い .com の LINE 公式アカウントにて質問を募集しております。
チャンネルの説明欄から LINE 公式アカウントの友達追加をお願いします。いただいたご質問にはお時間をいただく場合もございますが、できる限り皆様へ回答させていただいております。その中から皆さんと共有したいなと思った内容はこのチャンネルで今後も紹介させていただくかもしれません。この鳥臭いチャンネルでは、これから鳥をお迎えしようと考えている方や鳥の飼育初心者の方はもちろん、飼育方法にお悩みの方に向けて鳥の飼育情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をしていただいて、このチャンネルの飼育情報をもとにあなたなりのバードライフを充実させてくださいね。今回の動画が役に立ったよ、面白かったよという方は、僕のモチベーションアップにもつながりますので、ぜひ高評価ボタンをお願いします。最後にこの後ちょっとだけですが、我が家の鳥たちのおまけ動画もお楽しみください。それではまた。鳥くさいチャンネル、片山ひとしでした。文鳥のラムネくんでした。はい、そこ入れないよ。ポテくんの家だよ。なすぎくん。で、ポテくんの家、うん。入れないよ。なすぎ。入れないって今。ね。ポテくんの家だから。ね。こらこら、ポテ君、それ首大丈夫？ねえ。おいで。痛い痛い痛い。上に乗って食べよう。こうやって。苦しいやろ。あ、ナスビ君来たの。